皆さんこんにちは、今日は8月13日の被爆ピアノコンサートでピアノを弾いてくださる寺島陸也さんをお迎えしてお話を伺うという企画です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。8月13日にピアノを弾いていただくっていう、お話をお願いしたときに、あ、弾いたことありますよっていうふうにおっしゃって、いたんですけども、矢川さんのいわゆる被爆ピアノですよね、一番最初に弾かれた時ってのはいつだったんですか？もう10年ぐらい前だと思うんですけれども、ちょっとはっきり、正確には思い出せないんですが、大和市、私が住んでるところは神奈川県の大和市というところなんですけども、そこの地元で、平和運動とか、そういう活動をしているグループの人たちが、企画した演奏会というのがあって、その時に、弾いたのが多分初めてではないかと思います。ああ、そうですか、その後もまた弾かれてるんですよね。その後に都立第五福竜丸展示館という、ところで、そこにはビキニ鑑賞で被爆したあの実験、水爆実験で、被爆した第五福竜丸があるわけですけれども、そこにその被爆ピアノを持っていって、コンサートをしようという企画があったんですね。それは9年前でしたけれども、2012年のことだと思いますが、その時に、やはり弾く機会がありました。あ、そうですか、それ全部矢川さんのピアノですか？そうです、矢川さんのピアノで何台かお持ちなんで。そうですね、その時のコンディション、そうですね、なんかいいコンディションのものをいつもこう選んでお持ちくださるみたいです。そうですね、やっぱりこう普通のっていうか、いわゆるその普段弾いてらっしゃるようなピアノとは、もちろん被爆ピアノですから違うと思うんですけども、その時弾かれた感想っていうか、どんな感想をお持ちになったんですか？もともとのピアノがすごく頑丈なんだろうなという印象を受けました。頑丈って言うと変ですけれども、私はオペラシアターこんにゃく座と一緒に、ずっと旅公演に、小学校とかの体育館のピアノとかってものすごくたくさん弾いたことがあるんですけれども、そういうピアノずっと弾いて歩ってると、ある時代のものはすごくこうしっかり、作ってあるなとかっていうふうに、そういういろいろそのピアノの、具合というか、感じるんですけれども、そういう経験から言っても、そのピアノとしてはもうすごくその被爆ピアノっていうのは古いピアノなわけですよね。もう70年とか経ってるわけ、それ以上経ってるわけですから。でもそういうのがこうきちんと修理すれば使える状態になっているっていう点は、その頃にものを作っていた人のなんていうか、ものづくりのね、ものづくりのその人の、腕なり、あるいはそのピアノというものに対する思いみたいなものをすごく感じることがありますね。そんな変な言い方ですが、弾きやすさとか弾きにくさとかってやっぱりそういうのあるんですか？そう、弾きやすくはないですね、やっぱり。そうは言っても、とにかく古いですし、その被爆したっていうぐらいですから、傷ついてもいるわけですし、もちろんコンサートで普通に用意されているような、万全な状態のピアノっていうわけではありませんから、それからあと、私が弾いたことのある被爆ピアノはいずれもアップライトピアノなんですね。ですから、グランドピアノに比べるとやっぱりそういうアップライトっていうのはグランドピアノほど音がこう大きく出るわけでもないので、弾きにくいっていう部分はもちろん、ありますけれども、でも矢川さんがその採用のその楽器が持ってる最高の状態というのを作ってくださるようになってますから、いろいろこのそのピアノの言われとか、なんかその歴史みたいなのを聞いたりしたんですか？はい、話を聞いたり、あるいは絵本がありますね。あります、あります。そういうのを読んだり、ですよね。そんなに詳しく
は、まあ、私も常にそれを覚えてるわけでもないんですけれども、でもまあ玉の跡があったりとかね、なんかそういう、とか話したりとか、なんそのだからは私が見たことのない被爆ピアノっていうのも何台も あると思うんですけれども、はい、なるほどね、はい、でまたこうあれですよね、弾きながらこう思われたこととか、はい、たくさんあると思うんですけど、特になんかこう印象的だったことって何かあります？やっぱり今でも本当に強く印象に残ってるのは第五福竜丸のところで弾いた、第五福竜丸っていうのは遠洋漁業に出てマグロを取ってた、はい、船ですからすごく大きいんですね。まあ、漁船の中では大きい方かどうかは分かりませんけども、うん、まあ高さで言えばそうですね、3階ぐらいの高さの、うん、感じがありますし、うん、その船の横の、うん、ところにピタッとそのピアノを寄せて、まあいわば第五福竜丸のその船べりを、うん、反響板にして、あ、そうなんだ、そうなんです。でアップライトですからそのピタッとこう寄せて、ね、寄せてね、反響板なの、反響板のようにこうそのわあ、それでそうなんですか。でその時はまあ海に関係ある曲ばっかりを選んで、例えばどの曲？ショパンのバルカローレとか、バルカローレ、はい、ラベルの養生の小舟っていう曲とか、はい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 、あとドビュッシーの喜びの仕事、まあ、そういうのを選んで弾いて、まあ、そうするとなんかこう第五福竜丸が持っている、まあ、記憶みたいなものがすごくその被爆ピアノと響き合うなんか独特な感じに受けましたね。ていうかその船のそのあれが環境になるってことは、ええ、まあ、船からこう音が降ってくるみたいな感じになるんですか？やっぱまあ、そこまで、ね、具体的にこう、うん、すごくこう音響効果が良かったとかってそういうこととはちょっと違うんですけど、なるほど、失礼しました。まあ、第五福竜丸の展示館っていうところでもたびたびコンサートを、ね、やってますよね、はい、よくやってます。でその都度いろんなピアノを運び入れて、うん、ピアノだけでやることは、まあ、僕の経験ではあまりなくて、だいたい歌が入ったり合唱が入ったり、あと弦楽器の人たちだったりっていうか、はいはい、ですごくスペースとしては狭いんですね、うん、船がバーンとあって、うんうん、でその空いてるところにお客さんがあってっていうような感じで、その被爆ピアノの時も、うん、ピアノそのものは大きくないので、はい、ですけども置ける場所がまあいつもの、うん、場所と違ったので、またお客さんのこう並び方も全然、ね、こうね、違って、なんかまあ独特な雰囲気で、うんうんうん、やった覚えがありますね。なるほどね。うん、やっぱ音なんかに対してなんか思い出とかあります？ええ、響いた音っていうか、音、まあやっぱりこうどんな音が出るかなっていうのをこういろいろ、うん、興味ありますもんね。ええ、それでまあ、これはその小学校の体育館のピアノでも何でもそうなんですけども、まあ、やっぱりそのピアノがもともと持っている音っていうのにそれぞれ、はい、個性があって、はい、 そうですね、でそれをなんとかこう生かそうとしたり、 あるいはまあなかなか それが出てこないような、はい、場合もあるんですけれども、はい、でやっぱり被爆ピアノの場合にも、まあ、それをこうなんとかこう出すっていう、うん、それはなんかこう楽器の中に眠ってるものを、こっちからこう行って引っ張り出してくるっていう、なんかそういう感覚なんですけれども、そういうでやっぱりそういう音そのものに、なんというかそのピアノが経験してきたことっていうのがこう詰まってるような、まあそんな印象を受けますね。ただ、どうしても、まあ、被爆ピアノで演奏するっていうと、それを演奏するってこと自体がイベント、うん、はいはい、まあ、今回もまあイベントといえばイベントですけれども、はいはい、でもそういう中でこう音楽っていうものがどういうふうに、うん、人と人との間にこう立ち現れてくるかっていう、そうですね、まあ、それがやっぱり、こういう演奏会の楽しみなところ、そうですね、はい、
で今回8月13日に、2つお願いしていて、あ、3つか、1つは、原爆史の朗読、はい、これあの東京音楽大学の大学院1年生の、あ、ごめんなさい、2年生の高谷由紀さんが朗読をするんですけど、それに、音楽をつけていただくのが1つ、はいはい、それから、あのソロでシューベルトの楽曲の時、はいはい、これを弾いていただく、はい、それから最後にあの、別の動画も撮りましたけども、リメンバー、これを、はい、フィナーレとして弾いていただくということなんですけども、まあ、あのちょっとまだこれからの練習も重ねていくんであれですが、まずちょっとシューベルトのあの曲をお選びになった、はい、ちょっとそのなんていうかな、お心というか、その辺はどういうあれで選ばれました？先に坂本さんの方からシューベルトなんかどうでしょうって。あ、そうだそうだそう、それはね、うん、寺島さんが東京文化でしたっけ、あれ、でやられたシューベルト の, あの本番が素晴らしくて、僕もしょっちゅう CD 聴いてるんですけど、 ありがとうございます。あのなんかイメージがあって、今回もしシューベルトとかやっていただけると嬉しいなと思っていて、ちょっと話したんですけど、はいはい、私はシューベルトは本当に好きで、はい、あのよく弾いているので、はい、あのいや今回もシューベルトと言っていただけて嬉しかったんですけれども、はいはい、まあ、それで楽曲の時っていうのはあのシューベルトの曲の中では非常に短いですね、はい、それで短い曲があの6つ全部あって、はいはい、それでまあずっと、まあ、あんまりこう長い曲をやるよりは、うん、あのね、あの商品をこう弾く方がいいかなっていうのは今回、うん、あのちょっと思っていたので、うん、あのそれで選びました。すごく楽しみなんですけど、でどういう風な響きというかあれがねそこに流れるかっていう。でもう一つあの、その前半でやっていただくその原爆史とのコラボレーション、はい、これまだちょっと練習これからなんで、あのまだ分かんないですけど、どんな風になると思いますか？どんな風にしようかなっていうのを今悩んでるところです。あ、そうですか。あの、まあ、一つの考え方としては、あの、まあ、よくあの詩の朗読に何かありものの曲、まあ、何でもいいんですけども、うんうんうん、あのショパンでもそれこそシューベルトでもあのなんかねこう組み合わせてというようなことも考えられますが、うん、まあ、なかなかやっぱり原為木の詩にしても土下三吉の詩にしても、うん、あの手ごわい手ごわいって言ってたんですけど、はいはい、やっぱり非常に強い詩なので、はい、本当はもう詩の朗読だけで十分じゃないかという気もするんですが、うん、まあ、せっかくその被爆したピアノっていうのはそこにあるということで、その音を、まあ、どういうふうにその詩に、添えていくか、あるいは添えないで、うん、いくか、うん、ということを今ちょっと考えて、はい、いて、うん、あのまあ、いずれにしてもあの何らかあのの、まあ、曲を作って、あのというふうに、思っていますけれども。そうですか、ありがとうございます、うん、じゃあ、まあ、本当に真新しい作品を、はい、そこに、載せていただくということですね、はいはい、ということで楽しみに今初めて聞きましたけど、ありがとうございます。あとそれで、最後のフィナーレはあのリメンバーを、はい、あのこれはまたちょっと特別な思いでみんなで歌い上げたいなというふうに思ってますので、どうぞよろしくお願いします、はい、あの寺島さん、あの、今回ねあの3月も僕たち、卒業式の企画をやったんですけども、はい、その時からのクラウドファンディングっていうシステムで、はい、あの皆さんにあのお力をご支援をいただきながらやっていくっていう、はい、形であの、やってます。あの特にあのこれから若い学生の皆さんがあの世の中に出た時にやっぱり自分たちの思いをやっぱりこう実現するためにこういうクラウドファンディングっていうものは非常にこの、重要な大切な中方法だというふうに思っていて、はい、おやりになったことありますか、クラウドファンディング？やるっていうのは自分で、はい、自分でやったことは、参加されたこともない。参加あのクラウドファンディングにさあのお金を出したことはありますけど、あ、そうですか。なのでそういうこともちょっとありまして、ぜひあの、その面でも皆さんにお力いただきながら、あの、もちろん演奏のクオリティというか中身もそうですけども、あのその、資金調達の面でもあのみんなで頑張って成功に導きたいなというふうにちょっと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの8月13日午後6時
に配信スタート予定でございますので、また何度も何度も情報をお出ししますので、ぜひご覧いただいて、当日はご覧ください。それからアーカイブもいたしますので、また見逃した方は後でもご覧いただけるようにいたしますので、よろしくお願いします。で、今日はですね、実はこのカメラもちょっとディスタンスなんですけど、今日ちょっと僕の事務所で急遽お話を伺うことになりまして、ちょっとなんか変わった画角なんですけど、どうもすみませんでした。なんか外はすごい雨でね、なんか5時のなんかチャイムも鳴ったりで、なんか不思議な空間だったんですが、どうぞよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。どうぞどうもありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。